12時32分回っています、はい、日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に1000回続々とメールファックスいただいておりまして、はい、新宿区にお住まいの35歳ラジオネームシャコパンチさんはですね、はい、先ほど100キロマラソンの話が出ましたが、うん、私も何度か100キロマラソン走ったことがあります。すごいな、すごい、ね、皆さん、はい、何時間で走り切るのかという話ですが、うんうんうん、平均は10時間から12時間くらいです、1日じゃん、寝る時間入れると、10時間から12時間早い人は入賞レベルは6時間から7時間台の方、10キロを1時間ってことだね。じゃあ、はい、平均、またアゴさんは100キロで驚かれますが、はい、ウルトラマラソンというのはアップダウンの多い山道がコースになっているところが多いんですと。だからもうなんかこう何人ぐらい参加されるんですか。いやいや、まあいいんですけど、なんでそんな思いまでし、そうですよ、ね、健康ですか。そうじゃなくて、もう健康のためじゃおかしいでしょ。100キロは多分健康のために走り始め、うん、マラソンに行き、うん、そしてマラソンでも飽き足らなくなった方たちが、うん、自分の挑戦ですね。挑戦だと思います。どこまでやれるかって、はい、はー、世の中にはいらっしゃるんですね。すごいですね。すごいな。私なんか右膝が痛いんで、明日のウォーキングもどうしようかって、ジム行く30分そう、快適な環境でのウォーキングですらね。そうです、空調の効いた。いやでも全く同感で、僕も100キロなんてとても挑戦する。100キロも大変ですけど、お金もらっても嫌ですね。お金もらっと考えるそうですか、はい、額にもよる、額にもよるけど、はい、お金といえばサキパンダさんがですね、はい、競馬ですが、皆さん結構競馬に反応してましてね、はい、私も2年前くらいから、うん、近くにある船橋競馬場に行っていました。あ、はいはいはい、地方競馬ですね、はいはい、詳しいデータを見ても分かりませんし、はい、馬もその日のコンディションがあると思うので、はい、結局誕生日が同じだとか、あ、そうですね、直感で決めますと、はい、ですから、うん、まあ、当たらない前提で買うので、はい、たまに当たるとこれが嬉しいんです。あ、なるほどね。アッコさんと一緒に競馬場行ったら楽しそうですね。いや、私ね、競馬場行ったら多分あの飲みながら予想してますね、はい、前にね、川崎競馬で行く木梨憲武とかあって、僕も買っといてくれって、私はお酒飲んで、おでん食べてましたからねまあそうですね、そういう楽しみもありますよ。川崎ってね、これ変な意味じゃなくて、地方競馬のいいところは、なんとか発送する、はい、なんか30秒前でも確か買えましたよ。あの地方競馬、確かそうなんですよ、はい、あの JRA の場合は、うん、きっちり30分なら30分ですけど、きっちり、私だって国歌歌う時に大変だったもん、夜勤してね、きっちりだから。で、国歌までの時間を言われて、そんなね、なんて時計持って歌ってるわけじゃないからっつって、か、まして無伴奏ですから。そうですね、あのアフレコでいいのかな、アカペラ、アカペラ、アフレコって、あの職業は何でしたっけアフレコは声優とか、いやいや、でもそうなんですよ。でも地方競馬、そういういいところありますよね。なんかあちょっと馬券の売り上げが好調だと、それでね、ちょっと押すんですよ。そうなんです、うん、それでね、あのオッズも変わるんです、急に。ああ、買う人が少ないと大金つぎ込んだ時にガクッと、うん、そうなんですよ、下がったりね。私が買って、なんかあれ 1.3 だったの 1.2 とかね。ちょっと待って、いくら買ったんですか言わないいや、でも今みたいな買われ方されると、はいはい、あのなんか大きい金額じゃないと思うから、そうです、ね、楽しめんじゃないですか。そう思いますね、うん、いいですね。それこそアコさんは馬主でね、馬主ね、もう山主で、はい、ダイナマイトソウルとか、はい、そういういろいろソウルってつくようなものをね、はいはい、あの持っていて、はい、でそれ時あの馬が勝つと、うん、その馬主は口取りって言って、こう記念写真撮るじゃないですか。そうです、それがダメで、私も弟も動物が苦手な、さっきのあの N 役員が引っ張ってくれました彼が持ち主かと思うんです。馬だって馬主さんに引っ張ってもらいたかったと思いますよ、ね、はい、遠い昔です、遠い昔ですね、はいはい、またまたメールに戻りますが、はい、兵庫県でラジコで聞いてくださっている、 ありがとうございます、正信さんです、はい、僕はクロスバイクで自転車ですね、はい、150キロ淡路島一周しましたと。その時は1日で200キロ走りましたよ。はあ、でもバイクですからね。でもあれですよ、バイクっていうのは名前だけで、あのあれですよ、こっぱり自分でこぐんです。
電動じゃなくてこういう自転車ですよね。はあ。12時間から13時間乗ってました。うわすごい。今例えばこの番組終わって1時から走ったとしても13時間だったら11時。1時に13時間だから1時、夜中の1時か2時まで。うわ夜中の1時か2時までこき続けてるんですよ。うわ、まあ休憩はされるでしょうけれども。アッコさんは自転車乗れますか？はい、乗れます。あ、自転車は乗れます。あ、そうですか。あれ不思議な、乗る機会あったんですか今まで。あのロケしたりとか。だからちっちゃい頃は自転車でしたよ。あ、そうですか。はい、ちっちゃい頃は自転車です。なんかもうだからイメージがあんまり湧かないんですよね。前ね、私のちっちゃい頃なんてね、近所に貸し自転車さんいっぱいありました。ま、今もあるよね、レンタサイクルって言い方しますよね。はいはい、あります、あります。みんな昔は自転車ちゃいます。じゃあみんなでロケでね、それで乗れるかなと思って乗ったら自転車は乗れました。乗れました。ローラースケートじゃなくて、あのアイススケートは不思議と昔ホッケーやってたんですけど全くダメでしたけどね。アイスホッケーやってたんですか？なんていうの、スケート場があって、やんちゃしてる頃ね、はい、で女性はフィギュアなんだけど、はい、サイズがなかったんですよ。フィギュアスケート靴がなかったんですか？はい、ほんでホッケーだったらあったんです。ほんでホッケーとスピード、スピード、スピードとか細長いの、はいはい、あれはサイズがあったんです。なるほど、はい、氷上の格闘技の方があったんですね。はい、はい、もうそういうのとかね、だからボーリングもね、後ろにサイズ書いてあるから、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、だから作ったんです。マイシューズ、マイシューズを嫌で。いやそう、自転車も乗れます。はい、そうなんですね。はい、まあ、この間ちょうどダウンタウンデラックスもスキップもね披露されてましてスキップはあれはね、急に言われたからどうしていいか分かんなかった。スキップはできるんですよ。はい、いや、急にスキップって言われて、スキップどういうのだった、もう何十年もやってないから。あれは、あの相川翔さんのものを見て、そう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 、あ、そうだそうだ、はいはい、そうです、はい、そうですよ。先週も言ったような気がする。はい、話ありました。はい、人生たまには骨休めさん、ラジオネーム、はい、53歳の方です。はい、やっちゃったんです、あこさん。何、昨日自転車乗ってまして、うん、サイクリングの最中にこけまして、うん、あらららら、左の鎖骨を骨折ですと。ね、肋骨を骨折した狭間寛平さんの話題がありましたけど、鎖骨骨折で、これ何にもできないんです。あ、やっぱり。ですから女房に風呂、着替え、全部手伝ってもらってますと。あ、入院はなさってないんですか？みたいですね。自宅なんでしょうね。実は2年前にも同じようにこけて鎖骨骨折しまして、今回はもう妻にさぞかし怒られると思ったら、生きててよかったよと言ってくれましたと。あ、優しい。もうつくづくいい女房に巡り合ったと感謝してますと。はい、幸せって困った時に感じるんですねっていう。微妙ですね微妙ですか？はい、あ、そうですか。でも、まあ、とりあえず良かったですね。そうそう、本当良かったです。いや、もう気をつけてくださいよ。はい、はい、あとですね、これは長野で聞いてらっしゃいます。あ、ありがとう。長野県の中央部の、はい、お小さ方郡というところで聞いてくださってる小さ方郡、ゆうこさん53歳の方です。はい、待ちに待った12時になり、新越放送であっこさんの声を聞いてますよ。 ありがとうございます。うちは12時からですから、ね。はい、こちらのお天気は曇り、うん、時々パラパラと雨が落ちてきます。あ、やっぱり。長い連休ですが、うん、我が家は遠出せず、うん、竹やぶの中の、うん、ウグイスの、うん、ホウホケキョの声をバックに、うん、家の周りで採った山菜の天ぷらを食べたり、いいな、まあのんびり過ごしてますよ。え、ウグイスって今の時期なんですか？あれ春じゃないですか？もうちょっと、まあね、ホケキョですもん ね、 ね。少しずつ練習し始めてだんだん上手くなっていくって言いますよね。あ、そうなんですか。はい、竹やぶの中のウグイス、絶景じゃないですか。ね、山菜採りもいいじゃないですか。いや、だからのんびりって言いながら最高の環境ですよ。ね、人から見たら。いや、本当に。そういうところにお住まいがあるっていうのが素敵だよね。今なんかそういう地方のその空き家って変ですけど、はい、そういう家を都会から安くこうなんていうか買って、なんか地域を活性化させるみたいな、そうなんですね。流行ってるみたいですよ。長野県の中央部だそうです。小さ方区。山菜の天ぷらっていいですよね。いいですね。うん、食べたいね。食べたいですね。あかんかん、そんな話してると飲みたくなる特にこのいいお天気だと昼飲みが最高ですからね。これは江戸川区のラジオネーム還暦さんいらっしゃいさんから、はいはい、私の主人は今栃
富山に向かっていて、うん、蜃気楼を見るんだそうです。あ、なんか有名なんですか蜃気楼が名所なんです。富山とホタルイカしか思い出さないんだけど。食べ物ですね、うん、美味しいですね。蜃気楼もそうなんですか。なんか蜃気楼の名所があるらしいです。でも同じ蜃気楼は二度とないと言われてるそうで、昨日は蜃気楼が結構やっぱりこう条件によるらしく見えたそうで、はい、花火も上がっていたそうですと。あ、奥様ご一緒に行かれなかったんだ。でご主人だけだそうです、ね、でも素敵、一回行ってみたいな。いいですね、深いですね、はい、あと市川市の刑事さんは67歳、うん、子供が海外旅行に行くって話がさっきあこさんからありましたが、はいはい、我が家の孫も今ハワイですと、うん、目黒区の保育園に通ってるんですが。保育園ね、ハワイ。はい、園児の間でなぜか、はい、ハワイがブームだそうで。腹立つな。本当です。ちょっと本当のハワイ、本当のハワイです、ね、アメリカのハワイ。いやだからハワイアンなんとかじゃないでしょうね。いやだからもう多分子供たちはそこまで知恵回りません。本当にハワイなんですって、でそのハワイにみんなが行くっていうんで、うちの孫も、はい、うちもハワイに行くんだってこう言ったらしく、うん、親としても引っ込みがつかなくなって、本当にハワイに行ってる次第ですと。でも娘夫婦たちもすぐに対応できるんですから羨ましいですよね。あ、そうですね。いくら安いチケットがあるとはいえ、はい、保育園でハワイがブーム。そうなんですって。保育園でハワイがブーム。そうすると小学校ぐらいでちょっと遠くロサンゼルス中学ぐらいだったらどこ行くねやろ。ちょっと贅沢に拍車かかりますよ。学校の夏休み冬休みって全部世界一瞬になってしまうんじゃん。いやー、いけない。でもこれから小学校でも英語教えるっていうから、そういうこともあり得るかもよ。でもさすが目黒区だな。すごいですね。すごいですね。目黒区ね、会社あるんですけど、ホリプロ、はい、何の恩恵も受けてないよ。目黒区の問題じゃないと。すみません、はいはい、もう本当にたくさんの皆さんのゴールデンウィークの過ごし方、はい、今日ちょっと紹介しきれませんでしたが、はい、いただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは、最後にこの曲をお送りしましょう、はい、今和の清志郎さんが58歳で天国に旅立たれたのが2009年の5月2日のことでした。まあ、もう8年。そうですね、あれから8年ですね、はい、RC サクセション時代の名曲をアッコさんのカバーバージョンでお届けしたいと思います、はい、スローバラード。